捨てると私みたいなタイトルでやってみたいですが、無理そうですこれ。の配布が終わって少し落ち着いた4号車からお送りしております。先ほどの風味爽快を飲んで若干いい気分になっている気分がしたのThank you.
SL を見ると皆さん誰でもが初対面でも仲良くなれるみたいです。若干人見知りのところがある。野沢駅到着しました。ここで10分の停車があるそうです。整備点検が理由だそうです。あー、前の方すごいですよ。我こそはということで蒸気機関車通ってます。僕も通ってみたいかなと思います。こんな感じで車両が7両ずっと続いていると、いやーなんか感動しますね。この構図はなかなかにシュールかもしれない。まあ仕方がないです。キャメラマン、演者、すべて兼ねてますからね。ちなみに野沢駅なんですが、周り何もありません。何もないのが、そこがいい。ドリンクだなってなってます。私みたいなタイトルでやってみたいですが、無理そうですこれ。そうですよね、皆さん蒸気機関車映したいですよね。わがままを言ってはいけないので、こんな感じで野沢駅に停車中の蒸気機関車を映しております。意地が悪いな、このスプリンクラー思いっきりぶっかけてくれました。何とかしてくれるんだ。やっぱり本物は違います。では再び乗り込みます。うん、間に合った。再び汽笛の音が鳴り始めました。 SL 磐越物語一発でございます。野沢駅にさようなら。ちょっと見づらいですけれども、サンタクロースを着た駅員さん、出迎えていくんです。向こうには電飾をつけた霧があるんですね。日出谷駅に到着しました。ここで子供たちが対象にしたプレゼントの手渡しが行われています。あとはこの辺りに行く星がすごく綺麗ですね。まあ、サンタさんがこういうプレゼントを親子連れのお客さんにお渡ししてたみたいです。花火が始まりました。花火が上がりましたね。花火が上がりました。クリスマスツリーの上に花火がキラキラと輝いております。バカバカバカ、どうやら花火がこれで、あ、これは素晴らしい。なんて粋な計らいなんだ。メリークリスマス。阿賀町の皆さんによる花火セレモニーが終わって、再び SL ばんえつ物語終電の新津駅に向かって走り出しました。あれで終わりかと思ったら上がってました。もう終わりですかね。終わっちゃったかな。
というわけで、次の停車駅、津川駅です、ね。また、車両整備と点検のため、15分停車いたします。津川駅に到着したみたいで、ちょっと出てみましょうか。では津川駅への15分の停車時間のうちにもう一度蒸気機関車本体とまたご対面をしていきたいと思います。でもう辺りも真っ暗ですよ。こんな真っ暗。